丸三角四角私らしい私になる欲張り女子の未来予想図セミナー。こんにちは。丸三角四角私らしい私になる。この番組は男性にとっても女性にとっても暮らしやすい男女共同参画社会、多様な働き方や生き方が選べる認め合える社会を考えています。今回はこのほど開催した欲張り女子の未来予想図セミナーの内容を紹介しながら自分らしい生き方働き方を考えます。番組を進行してまいりますのは青森ラジオクラブの大竹達也です。丸三角四角私らしい私になる。ここからはセミナーを企画いたしましたザ企画エルサーチ株式会社の寺山明美さんにも加わっていただきます。寺山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回行われました未来予想図セミナーのその概要からですね、紹介していただけますか。はい、こう言ってんじゃ足りない働く女性のためのキャリアアップセミナーですが、仕事をする上でのさまざまな課題を克服し、はい、いろんな業種や職種の人たちと思いをシェアして仲間意識を高めるために行われました、うん、日程ですけれども、はい、三沢地区が1月11日に風張先生と後藤清安先生、弘前は1月12日に同じ先生、青森市は1月13日に同じ講師の先生で行われました。寺山さん、その講師の風張智子さん、はい、どういうふうな経歴をお持ちの方なんですか。はい、現在は八戸ポータルミュージアムハッチの館長をされておりまして、はい、全国初の女性東京事務所長として、ご活躍されていた時期がありまして、はい、その時にプライベートで全国全県の主な町をですね、個人的に旅行し見て歩き、町づくりですとか観光を学んだということなんですね。はい、行動力があるわけですね。すごいですよね。ただ派遣されてと言いますか、そこの所長として黙っていても同じ給料なんですけれども、まあ、風張先生の場合は自分の、まあ、キャパと言いますか、いろんなものを広めるためにやはりたくさん努力をされたんだなということをお聞きいたしました。私も一度だけその風張智子さんに、はい、八戸市役所でお目にかかったことがあるんですが。そうですか。はい、静かに話を聞く方で、うん、そう行動力を見せないんだけれども、うん、多分素晴らしい行動力を持っているし、 そうですね、それからいろいろなことを深く考えているなという、うん、そういう印象を持ちまして、 お主できるなっていうのが私の、はい、声にはならない感想でした、はい、やっぱり、うん、言葉で表現するならば、うん、しっかりした方だな。そうですね、本当に真のしっかりした方で、やはり揺らぐこともない、自分のその目指すものっていうのがはっきりあるんだと思います。はい、内容ですけれどもね、どんなふうな話とかになってました。自らのご苦労なさって乗り越えられたことを、まあ、南部弁でありのままを語っていただきました。あーですか、南部弁でね、とつとつとお話しなさいましたね、はい、そうですね、はい、受講された皆さん、風張智子さんの感想を伺っておりますのでお聞きいただきましょう。行動にすぐ変えていくっていうところがとても素晴らしいなと思いました。前回も先生 のセミナーを一回受けさせていただいたことがあってお話伺ってたんですけども、やはり無理をし
まあ、実際その無理をしないで、まあ、無理するっていうのは難しいところではあるんですけど、そこを先生の話聞くことで、あの、だいたい自分がどのくらい頑張ればいいかなっていう、こう目安ができたので、とても勉強になりました。先生が、あの、今こういうふうに、講習会などをされるぐらい素晴らしいか、の影響力ある方になっているのは、自分がやるべきことを一つ一つきちんと誠実にこなした結果だなというふうに感じました。思ってるだけではなく、やっぱり実行しないと意味がないということもとても感じましたね。自分の置かれている立場の意味をもっと自分自身で理解するようになれたらいいんじゃないかなというふうに思いました。自分らしさとかあなたらしさっていうことが非常に印象に残ったんですかね。はいはい、うん、そうですね、はい。自分の状況を肯定的に捉えるというところが、あの、非常に印象的で、今の状況をきちっと捉えながら、あの、今後も進めていきたいなというふうに感じました。自分のこれからの生き方とか、あと、こう、目的っていうのが少しでもちょっとこう参考になったかなというか、はい、あの、定めていきたい目標っていうものをこうちょっとでもこうヒントになったかなと思います。すごいありがとうございます。行動して表現していく、あの、和江春さんがおっしゃってたように、考えただけじゃダメで、それをどうやって行動に移していくのかが自分らしさが出てくるのかなと思いましたね。でも大事なのは、その、何もそんな無理しないで、それから、その、あまり、その、自立とか、あの、なんかあんまりこうキャリアとかっていうことよりも、やっぱりその自分らしく生き生きしているということを、もっと自分を大事にするっていうことをおっしゃっていただいたような気がします。場面場面で大事に生きるっていうことを学びたいなと思って感じました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。あの、3日間の講演でどうでした、はいはい、皆さんのこう受け止めを。そうですね、なんか、私は自分の実体験でいろいろお話をさせていただいているので、その抽象的なこう言葉とかとは違ってですね、まあ、終わった後のこう感想なんか聞いても、みんなこう、こういうことに悩んでいて、ちょうどそれが吹っ切れたとか、そんなお言葉をいただいてですね、なんか、あ、じゃあ少しでもお役に立ったんだなと思って、とても嬉しかったですね。今回のテーマが、はい、私らしさ、あなたらしさということでしたけれども、はいはい、改めて、はい、ここをお伝えしたいというところがあればお願いできますか。そうですね、まあ、どうせ生きていく、生活していく時の上では、自分らしく生きるためには、やっぱりその置かれている環境をとにかく肯定することが大事だと思うんですね。で、その中で自分なりにその肯定した中で、じゃあその目的に向かって、目標に向かって何をやっていこうかなみたいなのを、一歩ずつの積み上げですよね。いきなりこうすごいことまでいかなくっても、それで自分がその少しずつ満足を高めていくっていうか、身の丈に合ったことの中からそのやっていくみたいなことがね、あの、みんなの中で気づいていただければいいなというふうに思います。よく、あの、他の隣の芝生じゃないけれどね、あの、私ばっかりがこんなであっちはいいのにっていうふうに思いがちなんだけど、そんなことはなくって、みんなそれぞれが置かれている環境でいろんなことはあるわけですからね。でも、そこの立場から逃げられない以上は、もう肯定してやっていくと割と元気が出てくる、まあ、そんなことをお伝えできれば、あの、よかったかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。丸三角四角、私らしい私になる。この時間は、このほど開催した欲張り女子の未来予想図セミナーの内容を振り返っております。寺山さん、あの、講師にですね、後藤誠庵さんもステージに立ってくださったわけなんですけれども、はいはい、まあ、プライベートの話をしますと、はい、私もかなり昔、はい、後藤さんと一緒に仕事をしたことがありますが。あ、そうでしたか。はい、で、寺山さんからさらに詳しくその後藤誠庵さんのご紹介をお願いします。それでは、あの、簡単に、あの、紹介させていただきます。はい、後藤さんは、あの、
青森にあの思い入れが深い方なんですけれども、はい、実は東京出身の東京育ちとありまして、現在は株式会社青森製案の社長さんをしております。今あのラブ青森プロジェクトを主催されておりまして、はい、活躍中です、はい、以前は今お話しされたみたいに RAB の青森放送アナウンサーとしてご活躍されてたと、はい、そういうことしかあの私は知らないですけれども、はい、青森放送時代私の後輩だったんですが、ああそうですか、で、こう観察力の鋭い人で、じーっとですねあの先輩のアナウンスを聞きながら、はい、ああ上手に読むってこういうことなのねっていうふうにですね、はい、そのポイントをちゃんと掴む、その能力の高かった人で掴んで、はい、それをちゃんとご自分で表現できていく、なかなかあの掴んでも表現するって難しいんですけど、そうですね、わかります、はい、掴むと表現する、はい、ですから あの結構こう急角度で、アナウンス技術を高めていった人でしたよ。才能があるんですね、努力もしてたんじゃないかなとは思いますけれども ね、はい、あのその後藤清庵さんのですね、はい、セミナーの内容なんですが、はい、どんな内容だったんでしょうか。そうですね、あの全てを語ることは難しいんですけれども、はい、中でも、まあ、A さん B さんとペアを組んでですねワークをしていただいたんですけれども、はい、まあ、相手に自分のことを話すということをしたんですね。おそしてまたあの自分のことを分かってもらえた、はい、受け止めてもらったということで、本当に中にはもう涙ぐんでおられる方もおりまして、はい、私が言いますよりもちょっとあのアンケートであの書いていただいたコメントを 2,3 ちょっとご紹介させていただきます。いいな、お願いします、はい、ワークショップでは諦めかけていた思いを思い出し実現するために行動しようと思いました。ありがとうございました。後藤さんのワークショップでは自分の思っていることに気づかされ、少し前向きに頑張ってみようかなと思えることができました。ワークショップは今後の自分の生き方、人間関係や活動にとても参考になります。自分がなぜそのことを大切にするのか今一度考えてみたいと思いました、などなどたくさんのコメントをいただいております。あの寺山さん、今生きにくい世の中、あるいは時代と言われてます、はいはい、その生きにくさっていうのは、うん、人という文字だと支え合う、はい、そうですね、ですよね、はい、ところがあの支え合おうとするきっかけもないし、うん、それからそういうシステムもないし、うん、あるいは人と人とがですね、はい、こう隣に座ってても声かけにくい、うん、あるいはかけたらよくないんではないか、うん、そういうふうな中で、はい、後藤清庵さんのその、うん、1対1で A さん B さんになって、はい、つまり自分のその真の部分を相手にこうさらけ出していく怖さプラス、あの表現することのその楽しさではないんだけれども、その相手に自分を分かってもらえるその感動みたいなものが、なんかこうそのアンケートから伝わってきますね。そうですね、解放できたんだと思いますね。やっぱりね、あの自分を本当にこう解き放った時の快感っていうのは、あの体験してみないと分かんない、うん、そうですよね、うん、知らず知らずこう積もってるものもございますしね、はいはい、自分っていうのものがですね、うん、相手にもし分かってもらえた時っていうのは、うん、人間というのはなんかこう一つ安心できるんじゃないかな、喜びになるんじゃないかな、はい、あと力にもなっていくんではないかなって、はい、思います。そう思います、はいはい、だから言葉を使って自分の思いをね、うん、相手に伝えるっていうのは多分後藤清庵さんも、はい、そんな風な趣旨もあったんではないかなと思うんですが、はい、さあ寺山さん、あの、はい、受講された皆さんの感想とですね、はい、それから講師の後藤清庵さんのセミナーの印象とかをですね伺ってますんで、はい、それを聞いていただきましょう、はい、新たな角度を変えた自分の見方とかそういうのがこうちょっとできたような気がして楽しかったです。新しいまた、ね、自分のこう生活の仕方とかこう自分のいいところをこう発揮できるようなちょっととても楽しいお話でした。すごく楽しかったです。最初に笑顔でという話をしてたんですけれども、もう餃子じゃんけんの時からすぐにもうみんな笑顔になって、はい、あの後藤先生があのおっしゃった通りのワークになったなと思います。生
かに自分が毎日何も考えずにこう生活していたのかがよく分かって、自分の何だろう意見とかをもっとこう自分で再確認できたらいいなと思いました。はい、こうそのワークショップをやっている時に、なんかこう言葉に詰まっていることがこう多々あって、もう自分の頭の引き出しを一生懸命こうバタ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 開けてる感じが自分で想像できたのが面白かったです。自分では脈絡のない話をしているつもりだったんですけど、繰り返して言ってもらうことによってそれが予約されて帰ってくるので、それはすごく感動しました。とても楽しくて、普段自分がこう思ってないことを考える本当にいい機会で、とても楽しく学べました。はい、まさにそのワークをやって自分がちょっと出てきたかなって、自分の本当の気持ちとかがこう出てきたかなと思いました。とても分かりやすいあのセミナーで、本当にこう実践もあったのはとても良かったと思います。ただこう受け身で聞いてるのよりも、やっぱりその自分が考えたことをアウトプットする、それから見ず知らずの初めての出会いなんだけども、こういうふうにコミュニケーションが取れるっていうことを実践して、なんかとても社内でも使えるし、いろんな場面で使えるんだなっていうことを学びました。ありがとうございます。自分を見直すいい機会になりまして、今日行ったワークをちょっと部下とともに行っていけばまた環境も変わるのかなと感じました。部下が年上なものでどう、ね、関わっていくかというのが今後の課題でしたので、今回参加してよかったなと感じました。自分で話していることと相手に伝わったかというのは本当に別だと思うんですよね。で今まで 100% 伝わってなかったというのを今日ハッとしまして伝えるためにはやっぱり私のなぜこうしていくのか、なぜ今これを言うのか、なぜこうしていくのか、やっぱりそれを話していかないと共感を得られなかったのかなっていうのがちょっと反省点でした。今回3日間講演をしてみて、毎回大勢のお客様でしたけれど、おかげさまで、はいはい、嬉しかったですね。実際にこうワークを展開してみて、どのようにこう自分は受け止めました？そうですね、参加賞の開催だったんですけれども、まあ、年齢も職業も地域も様々だけれども、皆さんすごくこう積極的にね、ワークに取り組んでくださって、でやっぱりワークをこう時間がね経つにつれて、どんどんこうエネルギーが高まってくるというか、皆さんのこう笑顔もね、すごく高揚感があるというか、そんなことを感じました。改めて受講生の皆さんにお伝えしたいことっていうのはありますか？まあ、女性って職場環境や家庭環境や地域の環境でいろいろこう選択肢が限られてくる時もあると思うんですよね。でも、まあ、どんな時でもこう自分をこうしっかりとこう満たすっていうことの大切さ、自分がこうとてもこう機嫌よくこう満たされて幸せでいることが多分身近な方々の幸せにつながっているという、まあ、そんなことをぜひお伝えしたいなっていうことと、何かこう大きなことをすることが素晴らしいこととか夢とかではなくてね、どんなほんの小さなことでもいいので、昨日よりも今日よりも明日、何かこう自分がこう成長していくため、変化をしていくために、何をするのかという、そんなスモールステップを踏み出して、そんな小さな達成感を得ていくような、まあ、そんな意識が皆さんが持てたらいいのかなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、丸三角四角、私らしい私になる。この時間はこのほど開催した欲張り女子の未来予想図セミナーの内容を紹介してまいりました。では最後にセミナーを企画しましたザ企画エルサーチ株式会社の寺山明美さんからメッセージをお願いします。はい、今回のセミナーで連携団体さんの協力を得ました。ウィメンズビジョンさん、フリータイムさん、男女共同参画社会を進める黒石ハーモニーの会さん、そして、まあ、ここ青森ラジオクラブさんのご協力も得たわけなんですけれども、この連携団体の皆さんのお力をいただきまして、
本当にたくさんの方に来ていただきました。三沢青森会場では定員の30名を上回る申し込みがございました、はい、またフェイスブックによる申し込みもございまして、たくさんの方で会を進めていくことができました。本当にありがとうございました。またすごいパワーでですね、はい、にぎやかな、はい、和気あいあいと本当に和やかな会になったんですけれども、あのスイーツでの交流会がまた相乗効果といいますか盛り上がった一員になったかなと思います、はい、短い時間ではありましたけれども、自らの思いを語り合うことができ、もう最後はですね、異業種の方たちが名刺交換ですとか、はい、たくさん次につながる行動をおのずとされておりましたので、まあ、本当に成功したんではないかなと思っております、はい、今回の本当に皆さんのおかげでこのようにしてうまくいくことができたということに対して、はい、心からお礼申し上げます、まあ、寺山さんをはじめスタッフの方々のですね、長い準備期間もありましたでしょうし、それから実際に、はい、実践する時のご苦労もあったんではないかなと思うんですが、ありがとうございます。そういったものがあって、はい、花開いたのかな。嬉しいです。かスイーツがあったんですか。そうなんですよ。あ、各会場で一押しのスイーツを出させていただきました。寺山さん、ぜひ来年もやってください、はい、そうですね、やらせていただきたいなと思っております。今度は私もスイーツを、はい、はいはい、という話は横に置いておきまして、本当に寺山さん、はい、ご苦労様でした、はい、ありがとうございます。丸三角四角、私らしい私になる。進行は青森ラジオクラブ大竹達也でした。